アルサレア国の最高権力者グレン将軍を警護する部隊、グレン特務小隊。それが俺の所属する部隊だった。その日俺は随伴要員として輸送機に搭乗していた。当然グレン将軍を警護するためだ。しかし厳重な警護にもかかわらず、輸送機は正体不明の何者かに襲撃されてしまった。致命傷を負ってしまったグレン将軍は息を引き取る寸前に俺にある指令を下した。はじめまして、グレン小隊の担当オペレーターになりました、ヘンナ・クラウゼンです。
作戦終了。皆さんご無事ですね。よかった。本当にお疲れ様でした。グレン小隊、前期帰還してください。